模擬戦を始めます。両者状況を開始してください。了解。了解です。先輩、よろしくお願いします。ああ、こちらこそ。どうだ、甘い。どうして、どうだ。今の攻撃どうでしょうか。あ、うん、いいと思う。とても候補生とは思えないよ。ありがとうございます。そう言っていただけると励みになります。もう少しコツをつかめたらすぐにでも任務につけると思う。わかりました。頑張ります。ジェルを転送します。了解。転送を確認。了解。転送確認。状況終了。確認しました。お疲れ様。あんたに聞きたいことがある。今貴様に構っている暇はない。6年前の日、何があった。何度も言ったはずだ。知らない方がいい。もう同じ答えは聞きたくない。なぜ部隊は突入した。そのせいで俺の両親は。これはどうだ。かっ、甘い。区画知ってどうするつもりだ。どうにかなるわけでもあるまい。あの時何が起こったのか、それを知ろうとして何が悪いんだ。表向きは犯人の自爆だが罠だった。テロリストと共に当時の権力者を。準備完了。シェル転送、カレル受け取れ。承知。今だ。
われる。さらばだ。警戒してください。了解。と ほら、先行きなさい、隊長さん。ん？見つかったか。セルを転送します。了解。転送確認。ロン、再起動。どうだ。スイートアームズかしら。量産されていないタイプね。機体の所属は？ダメ。ハーミットはセルを転送します。了解。転送確認。この野郎、現時点で侵入者捕捉しました。ハーミット1、警戒してください。了解。と、ほら、先行きしなさい、隊長さん。ん？見つかったか。くらえ！どうだ。了解。転送確認。くらえ！まだまだ。チャージ完了。ぶっ飛ばして。この機体、ゴディバ？スイートアームズかしら。量産されていないタイプね。機体の所属は？ダメ、プロテクトされてる。解析には時間がかかりそう。そう、ありがとう。冥王星まで飛んでけ！こいつカブスカーッと！
目標の破壊を確認。お疲れ様。ゴディバか。お久しぶりです。ミカ君から呼び出しがあるとは思わなかったわ。そういえばうちの子可愛がってもらったみたいね。やっぱりあなたの部下でしたか。見どころあると思わない？そうですね、いい線いってると思います。くらいで甘い。どうだ。ブレイブから話を聞きました。そう、セルシステム起動確認、支援機とドッキングします。お久しぶりです。ミカ君から呼び出しがあるとは思わなかったわ。そういえばうちの子可愛がってもらったみたいね。やっぱりあなたの部下でしたか。見どころあると思わない？そうですね、いい線いってると思います。発射！くらいで。どうだ。ブレイブから話を聞きました。そう、これからどうすればいいのか。あなたの今守りたいものを守りなさい。セルシステム起動確認、支援機とドッキングします。さすがですね。ゴディバ保安局の機体が複数接近。了解、これより光線に入る。ここから先は行かせない。アーネッタ、聞こえてる？ハーミット1、どうかしましたか？これからどんなことが起こっても僕を信じていてほしい。何？ミカ、何を言ってるの？訳は後で、アーネッタ。また後で会おう。ミカ、応答して。ミカ！当たると痛いよ。
悪いね。こちらのごたごたに付き合わせてしまって。いいですよ、隊長の人使いの荒さには慣れてますから。どうだろう、切り札使わせてもらうよ。どうだ、システム起動開始。よっと、はい、サタタタ。それじゃ、シナリオ通りによろしく。あ、いってってて、了解しました。ファビアン、どいてくれ、頼むよ。貴様、クモ、部隊を裏切るのか。説明している時間がないんだ、頼む。ふざけるな。てめえは隊長だろうが、今どうなってるのか見てみろ。ファビアン、このままだとみんな危ないんだ。わけわかんねえんだよ、このバカ野郎が。はっ、どうだ、おい、避けてるな。どうだ、どうだ、避けてるな。まだ、前はいつもそうだ。さすがの顔で雑草を踏むくらいの気軽さで人のプライドを踏みにじりやがる。そんなつもりは。君も大事な仲間だと思って。目の立てるような嘘ついてんじゃねえよ。はっ、確認。それ、甘い、それ、そら、やった。まだ、使わせてもらうよ。それ、どうだ、好き、見せてやる。フォーメーションしてる、カモン。どうだ、避けてるな。勝負は俺からだ。現時点で機体を破棄、脱出する。ファビアン、どいてくれ、頼むよ。貴様、クモ、部隊を裏切るのか。説明している時間がないんだ、頼む。避けるな。てめえは隊長だろうが、今どうなってるのか見てみろ。ファビアン、このままだとみんな危ないんだ。わけわかんねえんだよ、このバカ野郎が。それ、どうだ、避けてるな。はっ、お前はいつもそうだ。見せてやる。フォーメーションしてる、カモン。どうだ、
システム起動から。それ何でだファビアン。もしもし、そこのヤサ男。君か。他の人は？残念だけど、起動前に飛び込めたのは私たちだけのようね。そうか。さて、これからどうする？こいつの後方にはエネルギー供給源、それを破壊してくれない？了解。いっち暴れてきますか。頼む。さて、やるか。このヤサ男。君か。他の人は？残念だけど、起動前に飛び込めたのは私たちだけのようね。そうか。さて、これからどうする？こいつの後方にエネルギー供給源、それを破壊してくれ。了解。いっち暴れてきますか。頼む。さて、やるか。
前は救いようのないバカだ。事件後、僕は軍を除隊した。緊急とはいえ、何の相談もなく任務を放棄したことは重かった。何より隊員を、仲間を裏切ったといえる行為、その行為が結果的に間違ってなかったとはいえ、軍にとっても裏切り者だ。監視下に置かれる条件を飲むことで、あっさりと除隊することができた。僕にできる罪滅ぼしはこのくらいしかなかった。それが現実から逃げることだと分かっていても。軍のことはしばらく忘れよう。軍に残ったアネチカとは疎遠になりつつある。また一人になったな。空を見上げ、両親が事件で亡くなったあの日の空を思い出した。